沖縄を思うメロディーはこのピアノで奏でられていました。宮古島出身の作曲家、故金井喜久子、1906年に生まれ、日本人女性として初めて交響曲を作曲した沖縄音楽の母です。もう何にも物おじしないんですよね。もう本当にすごい スーパーレディってみんな言ってたんですけど、煎じて飲みたいくらいです煎もお薬にして飲んだらちょっともうちょっと私もパワーもらえるかなと。やってることは桁外れなんですよね。まだ時代が早すぎた。偉大にして未だ広くは知られていない作曲家。私は作曲家の金井喜久子、旧姓カビラ喜久子でございます。沖縄と音楽に生きた、その人生を紐解きます。金井喜久子とはどんな人物だったのか、その功績を見直そうと発足した金井喜久子プロジェクトのメンバー、フリーアナウンサーの宮城さつきさん。でもこれが私です。金井の傍らに立つのは宮古島出身の弟子、新庄悦子さんです。復帰前の1960年代後半、東京の金井家に住み込み音楽を学びました。今から50年前に。これが先生の筆跡よ。そう、あ、これがあらあらしい、これもうすごいでしょ。すごい、ジュワーッとフトペンで書くから。あ、じゃあさ、ごめんなさい。宮古島の自宅にたくさんの金井の資料を保管する新庄さん。そう、今ね、先生を知ってて先生と一緒に行動したというのも私一人しかいないんですよね、うん、で宮城さんからこんな話があった時にもうすごい良かったと思って、もうバトンタッチできると思って。宮古島から県立第一高等女学校を経て現在の東京芸大作曲科に女性としては初めて入学した金井。編曲したわらべ歌じんじんでは日本レコード大賞を受賞するなど様々な功績を持ちます。作曲するクラシックの最大の特徴は沖縄の旋律が散りばめられているところです。東京の金井家に残る1940年日比谷公会堂で収録された金井最初の、そして日本人女性初の交響曲の音源。かなり貴重な戦前の音源ですが、そこに沖縄の旋律は見当たりません。金井の夫源四郎さんは生前こんなことを語っていました。あ、これはね、お母さんがこの曲だけは嫌だって言ってたんだよねということですね。これはちょっとやっちゃ本当はいけないんだよねと、あのそうおっしゃられていたのをよく覚えてます。私もこれは絶対ダメだよって音楽に影響を受けていた当時の師匠に従っただけの練習曲だとして
再演を拒否していたという金井。でも実は収録された曲の続き、幻のフィナーレが残されていたのです。その CD 化を提案された本部町出身のピアニスト高良ひとみさん、未発表の楽譜にある発見をしました。金井先生としては沖縄色をもう前面に出したいのを、その頃多分まあドイツのロマン派をに傾倒している先生だったので、郷先生っていうのがそれでまあそれを封印されたんじゃないのかなって想像してるんですけど、だけどなんかこう先生にバレない程度の、だから本当にメロディーっていうほどではないんですけど、沖縄っぽいでしょ、うん、それをちょっとこう織り込んじゃったのかなっていう。それは楽譜でいうとどの部分？この部分、この譜楽譜全体を弾くと分かりにくいのですが、その中に沖縄風のメロディーを潜ませていたのです。沖縄のこう柔らかい風というか、青い空、青い海、優しい風ですよね。だからそういうのをここには感じたので、沖縄にこだわり続けた金井。強い人ではあるんだけど、挫折しながらそれを乗り越えていっている。でもその根底にはやっぱりふるさとへの愛情、ずっと生涯にわたって沖縄を思い続けたっていうところも、やっぱりなんかこううちなんちとして通ずるものがあると思いましたし、金井さんが戦後はひめゆりのね、チャリティーイベントにすごく尽力されていくのも、やっぱり気持ちの積み重ねがあったからだと思うんですよね。朗読とコンサートで描く金井菊子物語の開催をあさってに控える宮城さん。気づけば姫売りの話を純国の美談とすることは許されません。正しく伝えなければならない、その一心でした。その人生を通して黒髪を垂らし、かけがえのない沖縄の誇りを伝えていきます。